はい、今回も、僕のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。はい、今回も、中村菫初段の、碁を紹介したいと思います。はい、キム六段との、第3局目ですね。はい、残念ながら、3連敗してしまったんですけど、はい、どういう内容を打ったか、はい、見てみたいと思います。はい、白番ですね。はい、まあ、相当ね、内容的には、いい勝負してたので、韓国女流ナンバーワンにね、これだけ打てれば相当すごいかなと思いますね。うん。はい、これはまた少し変わった形ですかね。こういう形になることが多いんですかね。はい、こういうことが多いんですけど、実戦はこう打ちまして、二段バネで、ここ曲がるんですね。はい、で、カケツギ。うん。はい。なるほど、こういう変化もあるんですね。はい。うん。これはこれで、うん、なるほど、白も、打てそうな気がします。はい、コスミつけて、はい、こう開いてね、はい、うん、ここまで堂々とした、打ち方かなと思いますけどね、はい。で、つけてって、ここを荒らす、こちらをね、荒らすことも考えそうなんですけどね。ただちょっと荒らし方が難しいですかね。うん。このような感じで打てるかどうか。うん。まあこういうのもちょっとさばきが重いかもしれないんですよね。うん。ちょっと窮屈かもしれないので。まあこちらから打って、うん、肩から打たれましたね。これも嫌なとこですね。どちらから打つか悩ましいとこです。うん、こちらから打ちましたか。そうすると、まあ、キリがないですからね。まあ、黒は思いっきり戦えると。はい。そうですね。こうなってみると、やっぱり、うん、黒の方が打ちやすそうですね。うん。白はね、どうすればよかったでしょうかね。この辺り、うん、難しいですけどね。この辺り、うん、で考えどころですかね。うん。もうちょっとこの辺りうまく、うん、荒らし方がないと苦しいかもしれませんね。やっぱりこういう手はなかなか、うん、うん、打ち込まれてみると。この切りから、そうですね、ちょっと筋に入っちゃった感じですね。これ、こちら受けたいんですけど、羽からこう切られて、取られてしまいそうですね。はい。うん。これ、取られては痛いですね。羽で取られて、そうですし。まあ、白はね、この黒をね、攻めようとしてますけど、なかなか、はい、攻められる石じゃないですかね。この辺りもきついですね。受けてもらえずに、はい、どんどん追求されています。うん、取られてしまっては、うん、勝負ありですかね。はい、うん、なるほどね。はい、ここまでですか。うん、まここの変化はね、ちょっと僕初めて、勉強不足でね、初めて見たんですけど、うーん、そのあたりではね、まずまずかと思ったんですけど、うん、跳ね伸びられて、
ここの話し方ですよね。何かいい、まあ帽子ぐらいでどうですかね。まあ、受けとかになりまして、まあ、羽継ぎとか打つか、もうしょうがないのでね、こうやって、こう固めて打つか。まあまあ、一応ゆっくりしてるんじゃないですかね、黒もここだけ、一応こっちね、打てば。ただこれまだちょっとね、若干味悪いですからね。こうやればね、最低でも手ですし。まだ若干ありますから、まあ、地にさせた方が良かったかもしれないですかね。実際こういうのは、こちらに影響しちゃって、あんまり、良くないかもしれませんね。これだったらね、これを押されてしまいまして、この手もね、非常に大悪手になってるんですね。ですから、もう打つんだったら、まだ単に肩とかの方が良かったと思います。とか、まあ、こうとかね、何かこうとか、なんか帽子くらいでね、こう決めるとか。そのぐらいちょっと軽く打たないとだったかもしれませんね。決してここまではいい勝負に見えましたんで。それか今、先にね、今こういう手を利かすんだったら、今だったら受けてくれたかもしれませんし。そういうような決め方だったら、もうまだちょっと戦い方かなと思いましたね。じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。じゃあそれでは失礼します。